ハレーオフは2ポイントとなります。スリーポイントラインを踏み込む AI テクノロジーを結集したバスケットボールロボットが3ポイント、スリーポイントコンテストへ挑戦です。ロボットにて世界初のパーフェクト達成はなるのか。背番号9494が B リーグオールスターゲーム2020スリーポイントレディー。Ready, go! 決めた、スワッシュ。1本目見事に決めてきた。2-4。3投目、ただいま4投目。おー、イエス、決めた。2ポイント。そして移動する、スムーズな移動、大きな拍手。さあ、この移動がとても精密な重心移動で行われているそうです。通常のロボットではあの移動では倒れてしまうとのこと。決めた。3、続いて4本目も決めた。さあ、移動、このスムーズな移動に幸せと興奮を覚える。そしてこのボールをキャッチするってどうなっているんだ一体。アーティフィシャルインテリジェンス AI 決めた。5ポイント、6ポイント。さあ、そしてマネーボールどうだ。 Alright、 続いてのスポット Q4、 背に輝く94番、 And どうだ。手の動きの滑らかさ、不気味にさえ思える。世界初のチャレンジ、7ポイント。マネーボール、おー、惜しい。さあ、ラストのスポット、どうだ。正確にボールを捉え、エンゴーシン、9。続いて残すところ2投、おお、10ポイント。マネーボールが決めてきた。終了。さあ、ただいまの9-4、ご覧の通り12ポイントという結果になりました。素晴らしい。 Give it up for Q4、 背番号94番。この移動のスムーズさ、そしてボールのピックアップ、正確なシュート。通常人間には7軸の関節が腕にあるんですけれども、なんとこの Q4 は3軸でのシューティングとなっておりまして、そこを補うために足の曲げ伸ばしのタイミング、微妙なタイミングでコースの投げ分けを行っているそうです。さあ、ということで Q4 ありがとうございました。インタビューしたいところですけれども、足早にコートを後にしております。 Q4、 もう一度 Q4 に大きな拍手お願いします。それでは人類の、それではスリーポイントコンテスト、君竹選手にお越しいただきましたトップバッターです。一言聞かせてください。いや、Q4 には負けれないですね。 Q4 には負けれないですね。 Q4 には負けれない、はい。たくさんの緊張感とともにテンポよくシューティング、ここで終了。カウントさあ、佐藤君竹選手、Q4 には負けれないですね。おい、どうだ、ラストスポット決めた。おー、テレビお話を伺います。ディクさん、You scored last year 11, now you need 12 or more. Can you make it? I think so. My goal is to beat the robot, so that's all I'm concerned about. 1終了。あ、見事 1終了。続いて受けて Q4 には負けれないですね。